大谷翔平、家族ぐるみでヤバすぎる。母親は息子からの金銭援助を断ってパート生活、自宅の建て替えも両親が拒否。大谷が育ったのは岩手県奥州市。東を北上山地、西を奥羽山脈に挟まれた自然豊かな土地で、実家は閑静な住宅街に立っている。実は翔平くんが実家の建て替えを両親に提案したことがあったんです。翔平くんとしては親孝行をしたかったのでしょう。ところが両親も元気で、家もまだ古いわけでもないんだから、そんな風にお金を使うもんじゃない、ちゃんと貯めておきなさいとたしなめられた大谷家の知人。お金との付き合い方は両親も大谷に示してきた。大谷家は昨年、家の印象が変わるほどに外壁を直すなど大々的なリフォーム工事を行った。だが両親大谷のリフォーム代を出したいという申し出を誇示したという。ある時大谷選手が佳代子さんに、いつまで働くのと聞いたことがあったそうです。すると佳代子さんは、あなたにおんぶに抱っこというわけにはいかないでしょうと笑って返したのだとか、父の徹さんも息子が活躍するようになったからといって子供に飯を食わせてくれとは言いづらいよと冗談めかして話していたことがあります。息子は息子、自分たちは自分たちなりにやっていけているんだから、それで十分ということなんでしょう。大谷選手のお金には現在も手出しゼロのままだそうです。ストイックすぎだろ。表向きはじゃないの。じゃあ何に使ってんの。寄付してんだろうな。ストイック遺伝子だから成功者になれた。いや普通そうだろ。子供や兄弟に家建ててもらったとか恥ずかしいもん。こういう親って現金置いて帰っても使わないで取っておくんだろうな。大谷の家族って積極的に表に出ないよね。斉藤佑樹の親みたいに真面目に商売する気はないのかな。羨ましい。自分なんか地に助けたいって思いつつもふわふわ浮気上がっちゃうぜ。漫画の世界の人間だな。俺らとは違うわけだわ。代わりに俺の家を。清原の親もちゃんと貯めてたんだろ。プロの親もプロだよな。でもある程度親孝行も受けておかないと、自分たちが死んだ後息子が苦しむよ。何もできなかったって。大谷エリクサー翔平、岩手で下手に嫉妬を買うと大変なことになるからね。大谷すげー性格良さそう。こんな親ならまともに育つだろ。